ギターレーダーをご覧の皆さん、こんにちは。スターベムズの日高徹です。ギターの越川一馬です。あとはギターがリスト2人と、変なドラム1人とサポートベース、また変な人がいますね。そうですね、通称正式メンバーっていうサポートのベース潤さんと、はい、一応まあ5、6人で活動してる。だいたい6人ぐらいでやってます。そうですね、ライブは6人、写真は5人ぐらいで活動してる、はい、パンクバンドでございます。今回はですね、我々のセカンドアルバムがついに出ます。ドーン、バニッシングシティ、11月12日発売でございます。ファーストアルバムから1年半ぐらいですか。1年半ぐらいですね。そうですね。だもう鬼のようにライブやりましたね。鬼のようにライブやって何も残らなかったっていう。そうでしたね。その燃えかすの中から抽出したポップセンスをですね、今回ぶち込んでみましたと。で、前作との違いは、まあ、前作の時はもうとにかくお怒りでしたね。そうですね、だから徹さんお怒りだったんで、怒ってましたね。ものすごい怒りを詰め込んだアルバムでしたが、今回はもう46歳を迎えてちょっと余裕ができたのか少し明るさも入って大丈夫ですか、少しだけやっぱちょっとそろそろ血管がプチンと切れそうなんで少し明るさも入れたポップさもですね、だいぶ増えまして聴きやすくなったんじゃないかなと思っておりますので、ぜひお手に取っていただければなと思っております。こちらジャケット、これが目印でございます。今回ですね、6月にシングルレッドライトシャイン、あ、ウルトラレネゲード EP っていう、はい、シングルを出してですね、そこから2曲レッドライトシャインとピットホールズを再録。そうですね、なんかアイドルのメジャーデビューみたいな感じで再録してみましたけどこの意図をですね、ちょっとギターレーダーをご覧の皆さんに、ここだけですよ、これ言うの。もうここだけっす。ちょっと西君からもがっつり言っちゃいますんで、聞いてください。要はですね、アメリカで撮ったんだよね。アメリカで撮った音は、あれはあれで良かったんですけど、はい、いかんせんやっぱそのアメリカっていう大地はやっぱり言葉も通じやんし、はい、ちょっと不安定な部分があったんですよね。コンプ感が全然違ったね。その、そうですね、突っ込んだ話すると、正式な判断が向こうではなかなかできず、向こうのテンション感で、うん、で帰ってきてやっぱり自分たちのこの国の環境で聞くと、いやちょっとなんかギターでかかったなとか、歌ちっちゃかったとかね、もろもろあったので、ドラムもちょっといけたんじゃないかとか、うん、本当はそのシングルの音源をそのまま入れる予定やったんですけど、頼むからもう一回だけやらせてくださいって言って撮り直しになったんですけども、西君しか頼んでなかったけど、誰もやる気なかったですね。他のメンバーも早く終わりたい一心で特に太ったやつね。特に太ったやつがまあでもやっぱりこっち自分らの機材でやっぱりもう一回ちゃんと撮り直した、アメリカのスピーカーで聞くのと日本で帰って 10M で聞くと全然違うっていうか、あれちょっと衝撃だったよね。全然違いましたね。なんでそういうのもあってですね、撮り直させていただいた、撮り直させて、まあ自分たちの機材で本来の自分らの音で、撮り直したっていう感じですね、この2曲に関しては。なのでだいぶ仕上がりも馴染みもいい感じで入ってますんで、シングルはシングルでいいんでね。そう、あれはあれでいいんですけどね。逆にだから両方持っとくと、アメリカと日本の違いが知れて、そうですね、いいんじゃないかと、両方買わせる作戦でございますね。ちなみに機材はやっぱ全然違った感じですか、アメリカと。まあ持っていけなかったんで、やっぱアンプとか、そうですね、まあそのギターも、まあ、1本だけしか持っていけなかったし、エフェクター類もそんなに持っていけなかったんで。アメリカアンプ何使ったっけ、なんか変なのあったよね。アンプは PB、 そこの下にあったのが PB の5150かながあって、そうそう、バンヘイレンかっていうセッティングでやりました、ね、であと JCM の900かな、マーシャルの割とベタなの、しかなくて、まあその中でやってって言ったんですけど、まあこっち帰ってきた自分たちは、まあ僕は今オレンジのロカバークの100で、はい、でギターのもう一人の太い方のアツシはメサブギーとあとディーゼル使ってるんですよね、はい、まあでも基本借り物ですよね。基本全部借り物ですけど、はい、でギター の変なメイクしてる子はジャズコーラスですね、はい、JC です。彼は意外と普通なんで、ジャパニーズヴィンテージを使って、その代わりエフェクターゴスケはすごい凝ってて、このちょっと一番シュラのようなこの男ですね、うん、謎な男、人生もシュラですけど、彼ね今左足骨折中ですからエフェクター踏めない、踏めない状態ですけどワーミーっていうですね、もう知ってる人は知ってますけど、あれもう90年代くらいかな、多分レイジアゲンストマシーンでおなじみの、ね、うん、ほわほわっ、うわうわってなる、ちょっとシンセっぽい音になるエフェクターを使ってるんで、意外とアンプがあんまり関係ないですよね、ゴスケの場合ね。そうですね、ワーミー通しちゃうと
これマーシャルだからとか、うん、JC だからとかがあんまり関係ないというか、まあ、あとあのポッドの HD の500っていうシミュレーターとか入ってるやつとそのワーミーだけあれば、まあ別に LINE で出しちゃってもそうですね、ゴスケポートはすぐできるんで、まあ、彼は別に向こうでやったこともこっちでやったこともそんな大差ないですけど、ね、極論連れてかなくてよかったぐらいのねどうせ足の骨折るんだった、足の骨折ってるんで行かなくてよかったじゃんみたいな感じですけども、まあ、でも彼が一応鍵盤キーボード的な役割でいるんで、そうですね、あの淳と西君も好き放題弾けると、そうですね、で逆に淳はあの好き放題練習しないみたいな、うん、ちょっと子供生まれたばっかりで今ね、うん、あのバンドどころじゃないんでなのにあの今度前やってたフェットミュージックがあの復活して1回だけライブやっちゃうみたいな、はいはいはい、自分で自分忙しくしてる、まあまあまあ自分で夢中ってね、はいはい、いいと、まあ、言い換えるならバカですよ、ね、バカですね、太ったバカですけどねまあうだうだとおしゃべりしてきましたが、最後にですね、はい、ザ・スター・ベムズをライブでコピーしたいと思っているキッズたちにアドバイスがあればあります、そんな人がいるのかなその前にしたいかって話したいか俺みたいな声出るかっていう、その10代でこんなガッサガサな声出るのかっていうね気もしますけど、コピーしたいと思ってるキッズたちのアドバイス、まあ、だからさっき言ったこのゴスケの役は鍵盤で代用するか、あのリードギターの人がやっちゃってもいいんで、必ずしも3人いなきゃいけないとは思いませんよ、ね、そうですね、今でもぶっちゃけあのアツシかゴスケいなくてもこのバンド多分ライブはできちゃうと思うん で、西君が多分どっちもやれちゃうので、まあ、まあ、なんていうんですかね、うちのバンドはそんななんかそのテクニカルなことは別に、そうです ね、あのいつも僕らにもライブでいかにこうなんか6人がちゃんとキャラ立って、はい、楽しませるかっていうか、そうですね、うん、ちゃんとこういろんなことを音だけじゃないアウトプットをやるっていうのをすごい大事にやってるんで、突っ立ってコピーするだけだとなかなかね、あの高校生のコピーバンドにありがちですけど、なんかもう気の狂ったようなうん、なんかね動きとかちょっとアクションとかエクストリームに行っちゃった方が逆にモテるよね、そうですね、我々もそれ恥ずかしくて結局学生時代のバンドってあんまモテなかったけどやっぱね、あのデビューしてこうエクストリームに振り切ってみたら意外と評価されたりもすることあるんで、なるべく振り切っちゃった方がいいですよ、先輩バンドたちもいまだに振り切った人ばっかりなんで、アナーキーとかニューロティカとかそこら辺も、そうですね、そういうスピリッツを学びつつ、テクニカルなことを言うとドラムがちょっと難しいと思うんで、ツインペダルで、そうですね、音数多いんで、うん、でこうシングルペダルとツインペダルってギターやベースが合わせると全然違うので、これちょっとやってみないとね、そうですね、分からないポイントだと思うんで、そのジャン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 ってこうダウンピッキングでずっと刻むにしても、シングルペダルの踏み方とツインペダルの人、まあツーバスでもいいんですけど、意外とこれ結構最初戸惑うというか、俺もやっぱコーチとバンドやってみてちょっと戸惑いましたもんねなんか違うぞ、あこんなにあのツインペダルってあの合わせにくいんだみたいなの最初感じたんで、本人が下手くそやっていうのもありますけど、本人が揺れてるっていうのもあるそのなんだろう、シングルペダルにもその揺れとか本人の手癖感足癖感が出やすいと思うんで、なるほど、多分そこをちょっと気をつけるって弾くといいんじゃないかなと思ったりもします、ギター弾いてないくせに今思ったりもします。西君的に何かアドバイスあれば、はい、まあギター3人やるんであれば、はい、やっぱあれじゃないですか、その隙間をちゃんと作っていってあげるっていうか、あ入れてあげるってことですか、3人でわー一斉にやるんじゃなくて、なくてやっぱこうね、音色音質とかね、はいはい、そういうのでバランス取ってやったらうまくいくんじゃないかなと。譲れ合いの精神ですね、うん、そうですね、まさに、はい、まさに、なので年寄りじみたことを言って終わりたいと思いますが、はい、ザ・スター・ベムズ若々しく、はい、無理くり若作りしてですね、透明版ツアーしたり、各地イベントにも出演ございますので、はい、ぜひ詳しくはホームページや今テレポが流れている11月28日から、はい、梅田シャングリアから始まって、はい、11月29日名古屋、行きしたカードアップセット、はい、でファイナルがですね12月10日の渋谷ツタヤオーウエストです。すぐ終わります、すぐ終わります、すぐ終わっちゃいますね、なんで全部来ちゃったらいいじゃんっていう感じですけど、もう全通しましょう、全通すればゴスケが何かしてくれるゴスケのお城に濡れるよとか全然嬉しくないプレゼントもついてくると思いますので、はい、よかったら遊びに来てくださいませ。というわけで以上、スターベムズから日高徹と星川一馬でした。さよなら。また。